はい、こんにちは。こんにちは。IWJ の芹澤と申します、はい。よろしくお願いします。お願いします。今おいくつなんですか？中2です。中学校2年生。はい、今日はどういった気持ちでこのデモに参加しましたか？私自身小6の時に地元の戦争について調べてて、うん、その戦争の脅威っていうのを知れたので、うんうん、やっぱり安保法案のこととか、うん、憲法9条の改正のこととか、うん、これはまずいって思いましたし、うん、私たちの世代に関係することなのですごい怖かったですし、うん、で徴兵制とか、うん、空爆が落とされるのとかもすごい怖いので、うん、それを絶対止めたいなって思って、うん、で今回はその、うん、年の近い人たちが主催してくださったのですごい行きやすくて、うん、自分で行きたいっていう風に言って家族で来ましたね。今おいくつ？14歳です。14歳、中2です。14歳、はい。地元ってどのあたりなんですか？その東京の、うん、八王子市っていう方の、うん、その地元 の、 その、はい、なんか過去の戦争のやつを調べてみて、はい、まずいなってまず思って、はい、思いましたね、うんうん、地元に空爆落とされてるんで、もうそうなんですか、はい、うん、で防空壕とかも、うん、その歩いてるといっぱいあるので、うんうんうん、あ、そうなんだ。友達ん家の庭にあったりとかするんで、うんうんうん、絶対ダメだって思って。いつ頃からこの政府に対して、はいはい、まずいなって思い始めましたか？小学校5、6年生ぐらいの時から、うんうん、もうなんか狂ってるなって思い始めて。どういうところが狂ってるなって思いましたか？まず国民の意見聞いてないじゃないですか、うん、それで自分たちのことしか考えてないじゃないですか、うん、もうそれが絶対狂ってるなって思いましたし、うん、もうなんか考えてることが小学生並みだなとか思って、うんうんうん、はい、その別に憲法を改正するんだったら改正するのにいいんですけど、うん、まあ、良くないですけど、うん、もうちゃんともっと国民に説明した方がいいと思いますし、うん、最近だってなんか国民に説明してるとか言ってますけど、うん、支持者にしか説明してないじゃないですか、うんうんうん、で支持してない人たちにどう理解させるかっていうのを全く考えないで、支持者にしか説明しないで、うん、それでその指示を受けようとしてるのが気に食わないんですよね、うんうん、おかしいと思います、それは。じゃあもう小学校の時に、はい、小学生並みだなって、はい、なんかもうクラスの男子と同じだなみたいな安倍政権は、はい、人の話をちゃんと聞いてくださいってことだよね、はい、もう人の話聞かないのかなみたいな、こうツーって抜けちゃうタイプなんだなとか思ってました。そっか、でもまあそれが自分らの国のトップじゃ困るもんね、はい、ちゃんと聞いていろいろ審議してほしいですよね、はい、うん、その集団的自衛権どう思いますか？集団的自衛権も絶対いらないと思います、うん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 、そのなんか別になんで他の国の戦争に行くのかがわからないんですよ。第二次世界大戦だって真珠湾に日本が勝手に攻撃してなったことなんで、それは日本の自業自得だし、また同じことを繰り返すとしてるわけなんで絶対いらないと思いますし、話し合いで解決すればいいと思います。武力はいらないと思います。じゃあ安倍政権が今やろうとしているのは、はい、その武力でこのことを解決しようとする道に進もうとしてるってこと、はい、で、うん、そのなんか一回会見を見たんですよ、うんうん、それで武力の行使もやむを得ない場合は使うとか言ってて、うん、でも憲法9条で武力の行使は使わないっていう風に謳われてるんで、もう絶対違憲だと思いましたし、もうなんか会見で言ってることが二転三転してたんで、あ、もうこれダメだなって思いました。あ、もう安倍総理の言ってること聞いて、あ、もうこれちょっとダメだなって。もうそう、ダメです。その国会とかで今その審議されてるじゃないですか、はい、で、中継してて NHK が途中途中、はい、国民聞いてて止めちゃう時とかあると思うんです、はいはい、討論の内容、はいはいはい、ああいう中継の仕方ってどう思いますか？なんかその局によって偏ってるじゃないですか、うん、その自民党側に偏ってたりとか、うん、野党側に偏ってたりとかじゃなくて、もっと中立な立場でやってほしいです、うん、その見る局によってその意見が偏っちゃうんで、まあ、たまにその NHK しか見ないとか日テレしか見ないとかっていう人がいるんですよ。そうするとその人の中で、あ、絶対こういうものなんだっていう風に確立されていっちゃうので、その局同士で、局同士でっていうか局の中で全部中立に意見を取っていった方がいいと思います。そうですよね、はい、特にその NHK っていうのは、はい、他の民放と違って公共放送なんで、はいはい、その辺ちょっとしっかりしてほしい、はい、もっと中立に、その何でしょう、なんかその党首を呼ぶんだったら、うん、
ほぼ全部の党の党首を呼んで討論してもらったりとかした方が、もっと中立なのかなって思いますね。最後に一言、政府に対して言葉が届くとして何て伝えたいですか？もっと国民の意見を聞いてほしいっていう風に伝えたいですし、もっと子供のこととか自分のことじゃなくて、政府じゃなくて国民、日本全体、世界全体のことを考えて物事を発言してほしいなって思います。ごめんね、あともう一個、見てる人に対して最後メッセージお願いします。安保法案も憲法9条も他人事じゃなくて自分のことなので、これからはもっと自分のこととして考えて、と自分なりに考えて、解釈していってほしいなって思います。ありがとうございました。長いでありがとう。お疲れ様。